戦歴クエストリストね、ルベカとフィーヤ、ドルロイの滝、ブーナー、熱帯雨林、どうやっていくのこれ。あれ、ここでいいのか。さあ追いついた。こんな遠かったなんて。フィーヤが身投げした場所はどこ。ここ、感じる。この間の洞窟の時と同じだわ。ここにいるの。姿を見せなさい。おお、いた。フィーヤは幻の、ね、生き物ではなかったようです。だったら答えなさい。なんで私を殺そうとしてるの。ふざけんな。もしかして喋れないのかい。そういや、そんな設定だった。そうか、薬を飲まされたんだね。幽霊になってもそのままだなんて。何も聞かなかったらここまで来た意味がない。乗り移ることはできる。あ、飛び降りられない。大丈夫。怖くない、怖くない。死ぬことに比べたら全然怖くないよ。あ、何これ、とても変な感じ。自分の中にフィアがいる。来てくれてありがとう。私はフィア。ルベカ、気をつけて。命の輝きが闇に飲まれる。闇の魔。あ、喋れる。どういうこと？その死の言葉であなたが私を殺そうとしてるんじゃないの？違う。私は殺そうなんてしていない。わかるだけ。死ぬ人がわかるだけなの。命の輝きがなくなっていく人。私、教えたかっただけ。その人に死ぬことを伝えたかっただけなの？海に入ったダリアさんを殺したって。危険感じた。ダリア姉ちゃん見ているだけはもういいや。だから海まで行った。ダリアさんを殺したのはフィーヤではない。それじゃあ私どうして死ぬの。黒い影、恨み、怒り。北の方にたくさんの木、大きな穴、その中に死ぬ原因になる何かがあるって言うんだよ。奥に黒い影見える。何かわからない。確かめに行くしかあんないよね。異言が何だろうと、それを取り除けば死ななくて済むはず。ということで行きましょう。追いかけるから、かっこ先に行く。さあ、どうやって行くんだろうね。あ、船がある。あれか。メタルハンター倒してるよね。グリーンシザー、あの赤いやつ戦ってないか。グリーンシザー、グリーン、グリーン、レッド、こいつ戦ってないか。ちょっと、よし、オゾジン。あ、ちょっとボス行ってからな。テンションマックス状態でボコりましょう。ボスはしょうがないね。ボスお願いします。電気ウナギ釣れるか、こんなもん。さあ、穴開いてないか。なんか穴開いてるように見えたん。怖い。あー、大したことないね。これちょっと釣っとこう。で、とりあえずレベル11にしたい。135、えげつねえな。緩める。効かないぜそんなもの。ぐったりしてる、ぐったり。結構痛い。次暴れられたら俺は死ぬ。あー。足りん足りん。大したのいないのに足りねー。討伐モンスターリスト、トロル、
これもウィングデビルかな、こいつ。きついな。閉鎖中。潮風草。まあまあ、テンションも悪くない。さあ、黒い影とは。何にもなさそう。あ、ブーない。あー、スカルゴン系だ。青色のスカルゴンとか誰だろう。いや、ウェディー仕様かな。ウェディーゴン。この匂いはあの戦士の血の匂いか。どの戦士？この君の悪い魔物。わざわざお前の方から出向いてくるとは、殺しに行く手間が省けたというもんよ。私に言ってるの？私を殺すつもり？一体何が目的なんだい。我が名はハオン竜。かつてこの島に君臨していた。だがウェディ族の戦士に敗れたのだ。お前はその憎き戦士の血を引く娘だ。ね。忘れられるわけがない。我が無念、離さずおられんわい。私見たこの魔物、ダーリア姉ちゃん引きずり込んだ。なんで？ダーリアという名だったのか。憎き戦士の血を引くウェディの女を沈めてやったのだ。ね。愛する男と結ばれる。そら持てへんわ。あ、そういうことじゃないか。なんてことを。男の魂は女を求め永遠にさまよい。二度と男に会うことはないね。その女は男を見つけ出して天に昇っていきよった無念なり。これは陰キャですわ。モテませんわ、そら。だがこうして憎き戦士の血を引く者を再び見つけたのだ。ルベカのこと？憎き戦士の血。あ、私のおばあちゃん、ダリアさんの親族だって。私、ダリアさんと血つながってんだ。レグさんが死んだのもフィアが死んだのもみんなこいつのせいなんだ。私もこいつに殺されるとこだったんだ、ね、絶対に許せない。でもお前の親父無事だよね。まあどっちが血つながってるかわからんけど、こいつギタギタに預けちゃって。我を倒すだと、そんなことできると思っておるのか。我が無念を晴すまでこの怒りは収まらんわい。お前ぶっ殺。ハオン竜。知らん。足は役に立たねえですよ。初手。クリティカルは自分以外のテンションを。いらないっすね。お前のテンションが一番大事なんだよ。行くぜ。覚悟しろ。ほら、ここはね、ヘナトスを決めたい。よし。で、ここは多分ブレス入ってくると思うんで、追い風。様子を見ているバカかな。これはたまるね。攻撃してためよう。これどうなんすかね、ドラゴン斬りはどうなんすかね。弱い。行くぜ、覚悟しろ。あ、やがれ。そしてブレードインパクトで素早さを落とす。デバフ。割と痛いんで守備力は。痛いけど耐えれる耐えれる。勝ったな。あ、足りてないよ。闘魂落ち。行くぜ、覚悟しろ。もう一
ゴッドジャグリング。40×8 ってところ。そこまでダメージ入んないね。守備力も2段階アップ。ギガブレ。2500。こいつ何様子見てんだろうね。バカかな。ブリブレ。間違えた。ビリバリだ、ビリバリ。全然体力足りねえ。マジか。エナトスを更新されてる。ルカにだけは更新欲しいな。いいや。追い風はまだ残ってるな。回復やな。これほんとめんどくさい。しかもこれね、戻した後ちょっと固まって動かないっていう。よし、ブレードインパクトということでね、デバフを継続。ビリバリ。防御力ダウンが。わし好みにしてやるです。ダメか。やっぱなんだかんだでね、ギガブレのが威力は高いね。様子見てるだけなんていうか、体力が。体力が高いぞ。ルカには一応効果はあるね。いない。追い風消えちゃった。さあ、ここだよね。怒った。やっと黄色だ。マジか。これやっぱ怖いよね。追い風終わった瞬間にやばい攻撃来るかもしれん。追い風。やばい氷ブレス使ってきそうだもんね。みたいな感じ。手はさすがに。ほら。ビエホイミじゃ回復量足りないよな。ヘナトスが欲しい。やばい、攻撃力。うわっ、お前それだからダメだって。それ許されねえって。同じキャラ、例えば怒ってたか今。これはつらいな。深夜爆弾。よし、順番が悪いな。順番が。スタン系効く気がしないんだけど。ルカニやな、北準備。よし。あー、復活した瞬間に死にそうやな。は？あれ、つれえな。世界中の歯そんなないんだけどな。歯
張るなよ。とりあえず攻撃力ダウンは入ってるんで、これさ、ブレス2回されたら死亡じゃん。どうしようもねえじゃん。よし、呪い、呪い、何呪われてんだこいつ。なんで呪わ、あ、追い風で跳ね返したやつだ。お前呪われてんじゃん。ほら、あー、ハッスルダンス、追い風あいつだけど、フバーハもあるなら欲しいな。こいつバカだ。人を呪わば穴二つってやつですか。回復が OK になったんで、ヘナトスが欲しい。なめか。しかしここは追い風やな。バーカーが。ビク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 。ほら。ほら。ああ、攻撃力ダウン。オッケー、守備力ダウンが消えそうだな。MP は大丈夫かな。することがない。作戦入れ替えとかあるけど。入れ替え、入れ替え、盗む、まあボスなんで気にせんでもええやろ。買収、守備力アップ大丈夫。2段階目のフバーハ、トークオンチ。呪いだ。おお、よし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 。あー、よし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 。クリティカルアーツは 100% 使っちゃうね。ちょっと刃砕きをね、入れて。ハッスルダンス、うん、あのね、体力が高い。防御更新、よしよしよし。フバーハ2段階。おお、フバーハしてなかったら終わってた可能性ある。あっぶんね。トウコン、おる。今はフバーハがあるんで、これはハッスルとあれして回復しないと。追い風もしたいけどね。追い風だ。いやー、キッツ。よし、全然良くないけど、よし。あぶねえ、あぶねえ。テンションブースト、くっそきつい。さっきの正解はあれだったね。呪いはフーラが直せる。つら、運だからね。これ何パーだよ、これ。することがないんだよね。攻撃力ダウンも次で戻っちゃうんじゃないこれ。ってことはヘナトス更新。さ、できてない。でもナオさんと話にならんので、どれや、あった、直れ。お前さ、おお、
呪いは解けてる。幻惑があるんでね。超刃砕き、不当不屈だっけ、あれないな。つらいつらいつらい。落としたい。よし、あーよかった。ポンコツなれですよ。ポンコツポンコツなれ。あった。追い風、いやかん。フバーハが、フバーハが溶ける。とりあえず1回目は デバフ、これで2人分使い切ったら倒せるか。きっせけどこれなら大丈夫。必殺には関係ないんで。ほら、ちょっと足りひん。攻撃力2段階ダウン、呪文。とりあえず俺かな。しまったな。しかし赤、ここでフーラが死ななければ。ほら、ナイスナイス、勝ったな。今の一旦無駄にさせたのはでかいな。よし、勝ったな。はあ、アッスルダンス。そしてね、こんな特技があるわけだよ。追い風とは別にブレスを一回かき消す守りの風もある。ははっ、一冊全身全霊斬り。行くぜ、覚悟しろ。やったぜ。あー、ぶんね。いやー、ネルゲルより強かったよ、お前。ハオンリュー。ななななにゃんにゃん。レベル50、50。新しい特技とは何でしょうか。まだまだ強くなれるよ。怒涛のカムシカ。マイも50までもうちょいやな。おお、体が崩れる。おのれおのれ、我が無念を晴らすまでは。おお、やったか。やった、やっつけたわ。あなたのおかげ、それとフィーナも命輝き明るくなった。これも不思議だよね。誰かに殺されそうになっても命の輝きがさねえ、どんどんとで小さくなっていくっていうのがおかしいですね。寿命とかじゃないんだね。私が死ぬ危険はなくなったのか。よかった、死ななくていいのか。ダリア姉ちゃん助けられなかった。でもルベカは助けられた。初めて助けられた。嬉しい。死ぬ人わかるのに助けられなくてとても辛かった。ごめんなさいフィーヤ、あなたをダリアさんを殺した犯人だと思ってたわ。でも真実はそうじゃない。ほら、いつものやれよ。あの空気読めでやれやれよ。真実いただきましたんだったっけ。遅いけどありがとうフィーヤ。
最後のお願い聞いて。レグ兄ちゃんとダーリア姉ちゃんのところに私も行き、それって一緒に死んでってこと。怖っ。分かった、連れて行ってあげるわ。さあ行こう。どこか分かるよねと。最後の修理はさせてあげるわ。この真実いただきます。じゃあ俺帰るから。ね、このドラゴンクエスト10にはただボスと戦うだけの、ね、よくわからないこう赤道みたいなね、洞窟、このフィールド結構あるよね。さてさて、じゃあフィニッシュまで行ってしまいましょう。ちなみにね、今この状態だと俺が次のターンぐらいでねテンションが終わるのよ。でヒューザーがまだ2回できるのかな。だから次のターンで俺がギガブレイクして、次のターンヒューザーが渾身切りして、でその次のターンにテンション 50% 増やしてバトマスでテンション100にするとまた必殺が使えるっていうね。恐ろしの無限ループくんですよ。いやー、あの脳筋2人にずっと攻撃してもらえばね、ボスも楽勝だね。にしても体力高かったな。ね、2人分の必殺2セットしてやっと倒せた。さあ終わらせよ。行くぞー。釣りをする。いいから早くストーリー終わらせろよ。まあここだよね。この真実いただきました。この真実をいつもじっちゃんの名にかけて、ね、来てくれたね。そう、ここがアレグさんとダリアさんが眠る場所。もう天に上がったけど見える？この慰霊碑はアレグさんとダリアさんのために建てられたんだよ。ずっと離れ離れになってたの。しかし今は一緒にいるはず。あ、急に見えるよ、レグ兄ちゃん、ダリア姉ちゃん。二人、こっちを見てくれた。私、行かなきゃ。絶対に忘れないよね。あなたのこと全部忘れないから。ありがとう、レベカ姉ちゃん。ありがとう、姫兄ちゃん。そろばだ。あ、喋れんじゃん。設定ガバガバやな。設定をちゃんと守るならルベカの体の中にいるときにこれ言って去らなきゃいけないんだけど。行っちゃったね。以上でダーリア事件の真相は、解明された。真犯人も裁かれたし、完璧に事件解決。これで私が結婚することになってもね、村に何か起こったりしないはずだ。早速婚活婚活。忙しくなるから少女探偵ルベカちゃんはお休み。今までありがとうね、少女探偵ルベカちゃん。数々の難題を解決できたぜ。さあお礼だ。ブルーオーブだ。ルベカとフィアクリア。タンタン。これいつものあれあるかな、振り返るやつ。フィアは二人に会えるかな。絶対に会えるよ。私の推理によればこれから3人はずっと一緒に仲良く暮らしていくはずだから。この真実いただきました。ね、あの6頭身ぐらいのこの真実いただきましたのポーズがないよね。ほら、あった。誰これ。これ誰。あ、婚活。親父。じいさん。寺院ですね。あ、あれは幼馴染の。いやー、少女の探偵、ね、なんかよくあの勝手に消えちゃった。仲間。
いやはや、いやはや。さあ、とりあえず帰ってみようか。上な。